だんだんどうも、ガオチュウでございます。今日はちょっと山の中来てます。おっと登らねー、はい、あーちょっとぐるっとまた一周してます。まあ、一周といっても、まあ、このご時世ですから、あんまりその人里では行かないですよ。まあなるべくね、山ん中っつって、なるべくその人の多いところには行かないっていうことで。今回生きてるのは、那須かし道路とかいうところです。山の中で、まあここ走ったらすぐ帰りますね。こういう道がね好きなんですよ。こう木々に覆われた、あんまりこう空が見えない涼しいのかな、まあそんな感じの道ですね。なかなか楽しい道です。めったに来る道じゃないんですけど、いいな、やっぱり地元にこういう道があっていうふうに言い始めると、あそこがあるじゃないか、ここがあるじゃないかなんて、ことを言われそうですが、まあまあ、まあ好きなんですこういうところ。あ、といったわけでちょいと、まあ観光ではないんですけどね、なぜこんなところにブラックマークがある。まあちょっと用事があって来ました。すごいなブラックマーク。ここってそんなにあれやんちゃな人たちがわおずーっとブラックマークじゃん。何これ。これがあるってことは D をやってるってこと。もうちょっとゆっくり行きますけど、もうほんと流しっぱなしだなこれ。すげえな、これはなんちゅうことだ。後で地元の人に聞いてみようかな。地元の人聞く人なかなかいないですけど、LINE とか、Twitter とかで、ね、そういうのが聞ければいいかなと。ここは赤点滅ってどうでしたっけ、忘れてた。まあ向こうが見えるから、気をつけながら行きましょうみたいな感じですかね。ってことで、なんかあっちこっち土のうがあったり、土のうというか、まあ、工事中だったり、まあ、ここへ来るまでのね、道でも、やっぱり土砂崩れとかあって、道は4分の1ぐらい欠けてたとか、そういうところはありましたね。地元の峠でもやっぱり、土砂崩れはねあって、まだなかなかこう雪は溶けてなくなってるんだけど通れないっていう道が結構ありますね。まああとはあのまだ点検がね、峠道、あのしおり峠だったかな、あそこがまだ全部点検が終わってなくて通れない
って感じになってますけど、まあ、あそこが開通したらまた行ってみようかな。で、ちょっとね、その先の、樹海ラインとかいう、253号線だったかな、福島へ抜ける道、あそこもずっとこうなんだ閉鎖中なんですけど、まだね6月の中ぐらいになったら取れるのかな。あそこもねちょっと行ってみたいなと、ね、ちょうど福島県境のところにポツンと一軒、なんだろうな、お食事どころみたいな、カフェみたいな、名前ちょっと忘れましたけど、ほんとね253号線のあの福島と新潟の県境のところにポツンと一軒カフェがあるんですよ。なんでこんなところにあるんだろうって感じのまあ Google マップとかで衛星の写真見るとわかると思うんですけど、その辺にもね行ってみたいんかなーなんてね。あ、結構あそこの道長くって、国道ってひどい道って言われてますけど、うん、もう何十年も行ったことないんですよね。だからどんな状況になったかなーなんて若い頃はたった1回だけですけど、行ったことがあって、それからどうなってるかな、変わんねえかなみたいな、そんな確認もしようかななんて思ってます。はい、てことで、那須河岸道路もう走ってますけど、本当楽しい道ですよねさっきみたいに流しっぱなしのブラックマークっていうすげえなーって感じたんですけど、まあ、そういう道、こういう道もあれですかね、峠プロジェクトさん、おこれはなんか風のあれかな、暴風柵みたいな感じですかね。新潟には結構海沿いはあるんですけど、こういう山の中でこういうの見るのは初めてかな。違うな、これ防風柵じゃなくてただの柵か何だろう、何のためなんだろう。はい、そうなんで車がいっぱい止まってます。作業をやられる方ご苦労様です。はい、単なる山登りっていう人もいるかもしれませんが、まあこういう路上に止めて、まあまあ仕事じゃあ仕事の人も大変なんですけどね。はい、そういうことでね、これが289号線から、途中から那須湯本ですね。多分観光客いっぱいいるんだろうな。そういうところはバスですね、素通りですね、摂政石の方へ向かっております。ぐねぐねの楽しい道です。こういうところがね、東京プロジェクトさん登録されてもいいかな。お、そういえば去年ね、2020年の秋だったかな、夏だったかな、秋だったかな、撮ってきたあれは霞穂峠か、あ、こっからこっち行け、霞穂峠がねジャパン峠プロジェクトさん登録されて、って感じだったんですけど、まあまあ登録される前に走っちゃったみたいな、まあ、そういう方はいっぱい
あの YouTube でもいっぱい動画上がってますけどね、半年経たずに登録されるかいみたいなあ、半年は経ってるか、1年待たずに登録されちゃったみたいな、そんな感じの峠楽しい峠だったんですけど、私の 大好物の細いよ狭いよ暗いよみたいな、そんな峠道だったんですけど、登録されましたね。何番目なんだろう、50何番目よくわからん、はい、そんなんでちょっと逆光が申し訳ないです、ちょっと逆光になる場面がこの動画ありま、あるかとあるかとっていうかあるんですけど、はい、その点はご了承ください。なんどうなんで、那須かし道路走ってますが、楽しいな、こういうこういう木陰、あのこう木がねこう覆いかぶさったような道はねほんと好きなんですよ。ほんで山道でしょ、ほんでこのカーブでしょ、いいなあ、いいなこういう道、いいな、わっ、なんか転がったぞ何が転がったんだ、まあいいや、いやこういう道ね、新潟、まあ何回も行ってますけど新潟にこういう道がね少ないんですよ、いや欲しい新潟に欲しい、ちょうだいみたいな、そんなんで摂政石あたりまで行くとちょっとね車も多くなるし、民家じゃねえや、あそこは温泉宿が多いのかな、まあ、その辺までしましょうかね、いやこういう風景いいな、やっぱな、他にもねこういう道ありますけど、なかなかあるのは知っててもなかなか行けない、まあ今のご時世ですから、なるべく遠出は避ける、でもそうすると私の場合話しネタがなくなるよくねそういう雑談ネタすごいなと思いますよ、あの YouTuber の方ね、私は YouTuber ではないのでただ単に YouTube に動画を上げちゃってる人みたいな、そんな感じなんですけど、 YouTuber ってのはねちゃんと動画上げてコマーシャルが入ってで収入のある人が YouTuber で、私の場合は単に、動画投稿者っていうくくりになるのかな、ってことで、もうちょっと行ったらもっとグネグネの道になるんですけど、いや本当夏にねこの那須に来る理由がなんとなくこの道を通ると分かる気がするな、ね、涼しいですもん、まあ、今はまだ夏じゃないんであれなんですけど、こうやって木陰の中を走れるっていうのがねやっぱり人気なのかな、ね、まあ私もこの道を知ってからは好きになっちゃいましたけど、はい、ベタ踏み軽自動車はこのベタ踏みがいいんですよ、
携帯がおった。いや久しぶりに1年ぶりぐらいかな来たの。どうだっけ、うん、そのぐらいになりますかね。ということで、よもうちょっと行ったらやめよっか。もう あんまりね、長々と、やってるのも、まあ道の紹介じゃないな、こういう、ね、好きな方はこういう風景好きですから、ずっと撮っててもいいんですけど、あとそうだな、もうちょい行ったらやめましょう。おすごいな、路面がまだ傷んでる。なんか落ちた、ボールペンが落ちた。ヒッコラフィート、急カーブが多い。なんか荷物が動いてる。はい、なんでちょっとね、落ちたものとか拾わなきゃいけないから、この辺にしちゃおうかな。ってことで、ここまで長々と、本当長々とご視聴いただきありがとうございました。なかなかね、最後まで見てくれるなんて方はそうそういない。最初の 2,3 分、長くても 5,6 分、はい、そんなところでございます、私の動画はね。ということで、この辺で終わりにしようかな。ナスカシ道路、まだまだちょっともうちょい続くんですけど、この辺で終了しようかと思います。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。ここまではガオチュでございました。失礼します。